ミヤチャンネルへようこそ。はい、今日は、久しぶりにちょっとカメラのお話でございます。いつもね、物を撮ったりするときにテザー撮影をしてるんですが、前に、結構前かな、紹介したニコンの純正ソフト、カメラコントロールプロ2を導入して、テザー撮影をしてるんですけれども、使ってるのは MacBook Pro 2018。基本的にはこいつに、カメラをセットして、でカメラコントロールプロ2を立ち上げて、で、テザーで映、しながら、カメラコントロールプロ2の動画は下の概要欄にまた貼っときますので、そっちだけの詳しいかどうか微妙ですけども、そっちを見てください。で、カメラを Mac につないでカメラコントロールプロ2を立ち上げる。でライブビューでね、撮るときはカメラの背面のライブビューも、使えて、でこっちでも見れる、でこっちでもピント合わせれる、詳しい先ほど撮り見てもらうとそういう風になってるんですけれども、でシャッターを切ります、撮れます、でデータが来ます。でそうするとニコン純正の、ニコンなんだっけ、ビューアーなんとかっていうのが立ち上がるんですよ。ニコンの、いわゆる写真画像を見るソフト、ビューアーソフトが立ち上がるんですよ。それがね、見づらいし使いづらいですよ。で基本的にビューアーなので、撮った写真がそっちのソフトに転送されて、いわゆる見るだけのソフトが立ち上がると。で2画面に なるんですけど、めんどくさいこれをなんとか、カメラコントロールプロ2で撮って、その写真がライトルームに行かないかなとずっと思ってたんですけども、なんかドタバタして、ちゃんと調べてやってなかったんですけども、できる方法を発見したので、知ってる方は、ああ知ってるよっていう感じなんですけども、できたので今超ワクワクしてるんで、皆さんに報告したいと思って動画を、撮りましたので、見てください。どうぞ。では最初に、いつもねテザーするときは、MacBook Proでね、機動性があるので、外に行く時もね、出張撮影の時も、MacBook Pro 2018 USB-C でやっているので USB-C でサテチさんの変換で USB でテザーツールズのコードを挿して、今はカメラがね Z6 なので、今は850に接続しております。ちなみに今撮ってるこの Z6 は、出力が USB-C なので何もいらず Mac に直接 USB-C 1本で入ります。これちょっと便利、はい、ただ今動画をね、Z6 で撮ってるので850をつないでおります。そしてライトルームの方をまず設定していくんですが、ここですね、自動読み込みっていう欄があります。ファイルから自動読み込みで、僕はもう時すでに有効にしてあるのでここにチェックが入っています。多分最初にやる方はここにチェックが入ってないと思います。の前にここで設定をしなければなりません。ここでもね、自動読み込みを有効にするのチェックボックスがあるんですが、まずその2段目、監視フォルダ、ライトルームにどこのフォルダを、見ててもらうか、監視してもらうかっていうフォルダを作ります。これは新規で作った方がいいですね、はい、で僕はデスクトップにテザー撮影っていうフォルダを作って、そこを選択してます。選択してから作っても構わないですね、デスクトップから作るとかって言っても構わないです、はい。で、サブフォルダ名が、で、その次か、保存先、移動先っていうのがあるんですけど、監視フォルダーに写真を入れると、ライトルームがそこに写真を入ってきた段階で、こっちの移動先に、写真を移動して、でこっちのねカタログ、左端のカタログの方に行くわけなんですよ。出力先ではなく、あくまでもここを見てるのは見てるだけなので、そこに写真が入ってきた段階でライトルームが作業するフォルダーの方に移動するっていう形になってるみたいです。僕も最初これちょっとピンとこなかったんですけども、写真を撮るとテザーには入るんですけども、ライトルームで読み込んだ段階でこっちの監視フォルダーからなくなって、移動先のフォルダーに写真が移動、自動でされておりました。なので
僕はデスクトップのところに写真っていうフォルダーがありまして、その写真っていうフォルダーの中にテザー撮影っていうフォルダーが、入っております。で、まあ、サブフォルダーは自動読み込み写真って最初からなってたので、まあとりあえずこのまんま、まあ分かりやすい名前つけてもね構わないと思います。で、コレクションに追加っていうのはクイックコレクション、これはまあライトルームの操作方法になるのであれなんですが、ライトルームの中にクイックコレクションっていうね項目があって、選択した写真だけをここに1000枚あるうち3枚だけクイックコレクションに入れると3枚だけそこで抽出して見れるとかって、そういう感じの機能ですね。なので僕はここチェックいらないと。でファイル名も変えたい人は、どうぞ書いてくださいという感じですね。カスタム名にするなりファイル名なり連番なりという感じになっております。これ別に指定しなければ多分、撮った時のファイル名のまんま入ってくると思います。で、情報、現像設定、はい、この辺にするとね、現像する設定をここで選んでおきますが、取り込んだ段階で多分この現像設定が勝手に適用になっちゃってえらいことになると思うので、この辺は全部なしでいいと思います。そしてプレビュー、プレビューも多分最初にしておった方が軽いんじゃないかなと思うので、まあ僕はここはそのいじらずこのまんまということで OK。 これで、まず一つライトルームの方の設定が終了になります。はい、続いては今度ニコンのカメラコントロールプロ2の方のソフトに移っております。本当はね、今僕みたいにこうデスクトップこここの後ろが1画面、こっちにあるのがこっちちょっと指見えないか、こっち側にあるのが iMac なんて2画面なんですが、 MacBook はね1画面のままなので、こうやって上に上げるとデスクトップの1、2で、2にライトルーム、1に、カメラコントロールプロという感じにしております。本当にはね、もう一枚ね、物理的にモニターがあると、撮ったやつがライトルームにそのままバンって反映されるっていうのが見えるんですが、モニター一枚しかないので、今こういう感じでやっております。で、今度はカメラコントロールプロ2の設定なんですが、僕もさっきこれでね、つまずいたんですけども、ここ、上にねツールっていうのがあって、一番下にね転送オプションっていうのがあるんですけど、転送オプション選べないんですよ。これなんで選べないかっていうと、ライブビューがオンだからですね。これライブビューを切ると転送オプションが選べるということで、ライブビューを切ってから転送オプションを選んでください。で、最初カメラコントロールプロ2で撮ったやつをどこに飛ばすかっていうことで、さっきライトルームで設定したデスクトップにテザー撮影っていうフォルダーがあるので、作ってありますので、そっちに飛ばすようにしておきます。はい、転送フォルダー、デスクトップテザー撮影フォルダーにね飛びます。で、ファイル名、これもここで撮った段階でファイル名も決めれると。うん、で、まあ、画像が、カードと PC両方に記録される場合はこの設定は適用されないと。撮った時の、JPEG の情報がそのままいくとですね。で、この真ん中、これですよ。カメラから、新しい画像を受け取った時、これ多分ね、皆さん最初ね、ビューアー NXI っていうニコンの純正の、ビューアー。すげえ見づらいし使いづらいんですよね。これに飛ぶようになってるんですけども、今はライトルームに飛ばしてライトルームが拾ってくれて、ライトルームで表示に、しようと。いうことなので、ここはもう何もしないと。で、あとはここの2つも必要に応じてなんですが、僕はここチェック入れてません。とりあえず撮ったやつがライトルームに、飛んでほしいというだけなので、ここは何もしません。はい、これで、撮影前のよいしょ設定が OK になります。そしてポチッと、すみませんね、こんなところにカメラがあるので、とりあえず何でしょう、喉ヌールでも撮ろうかっていう話で、斜めってますけども、喉ヌールをこのまま撮るとカシャっていくと転送先がデスクトップの、テザー撮影っていうフォルダーに行くはずです。そうするとライトルームはそのテザー撮影っていうところのフォルダーを監視しているので、こっちライトルームでね行ったやつが今度移動して、今度自動読み込み写真の方に来て表示されるはずなんでございます。あれ、ピントがずれた。はい、では行きたいと思います。撮影、はい、でここに来て転送されました。そうすると
来てますね。これで、例えば最初からそのビューアー NXI ではなく、もうライトルームにすぐ取り込んで、すぐこう、お客さんに見せたり、いろんな方に見せることができます。例えば、こう今度こうして、よし、すみませんね、これ腕でやってるんでプルプルしてるんで、よいしょっていくと、この2枚目が、フォルダに行って、でライトルームのフォルダに写真が来たことを確認し、取り込んでるので2枚目が来てると、はい、こういう感じですね。こういう感じです。でお客さんに、例えばこう1枚目と2枚目どっちが好きですかとかって言って、あとはまあライトルームのシステムになりますけども、まあさっき言ったみたいにクリックコレクションに入れたり、いろんなねマーカーつけたりして、まあ、画像を選択しておくということが可能になります。なんならもうね、このままざっくりですけど、こうお客さんにこうもうちょっと明るい方がいい、暗い方がいいとかつって、もうこのまま処理もできちゃうという感じになっております。はい。とまあこんな感じですね。ライトルームに、ずっとこう監視させてるファイルを、まあ一つ作ってあげて。で、テザー撮影するニコンの純正ソフト、カメラコントロールプロ2で撮った写真はその監視されているフォルダーに飛ぶようにしてあげると。で飛んだ写真はライトルームが監視しているので、見つけ次第ライトルームが引っ張っていってくれると。でライトルームで、まあ、処理するためのフォルダーの方に移動されるって感じですね。はい。まあ、ちょっとだけ意味がわからない瞬間もありますけどもね。その飛んだフォルダを監視してるんで、そのまま拾ってくれればいいんですけども、なぜかこうライトルームの中で処理するために一回写真が指定したフォルダに移動されるっていうなので、まあそこら辺を気をつければ、カメラコントロールプロ2でテザー撮影した写真は、謎のね、すごい使いにくい、ビューワー NX なんていうわけのわかんないものに飛ばず、そのままライトルームに飛んで、すぐライトルームで処理できると。ようやくできるようになった。まあちょっとね、調べてて前にあれなんかできそうと思ったんですけど、ちょっとバタバタしてできなかったんで、今回ちょっとやってみたらできたので、次からはだいぶ、テザー撮影がね楽になりそうだという感じになっております。はい。でカメラ、ニコンの人はね、カメラコントロールプロ2を買うと、テザー撮影もカメラの中とパソコンの中に両方写真を保存できます。まあ、Z6 はね XQD1 枚ですけども、850とかはね、XQD、SD カードにさらにパソコンになるので3つ保存できると。トリプルだとね、すごく安心感もあると思います。はい。今日はですね、ニコンのカメラコントロールプロ2っていうテザー撮影のソフトを使って、ビューアー NX ではなくライトルームに表示させて、そのまま現像処理、お客さんに確認してもらうという、まあ何でしょう、設定工程を、ご紹介いたしました。ちょっとだけね、なんかこうカメラマンっぽい、全然写真の話題のないと、YouTube なんですけども、一応ねそういう感じのこともしてたりするので、今日はすごく便利だったので、はい、改めてね、ちょっとなんかカメラコントロールプロ2以外のね、過去の動画でカメラコントロールプロ2の動画作ってますんで、下貼っとくんで見てみてください。はい。これやるとライトルームに住むとこってすげえ便利です。はい。という感じでございました。今日のミヤチャンネルは久しぶりに写真カメラの話題でございました。それでは。